はい、どうもこんにちは。今日の動画なんですけど、まあ、最近ね、米津玄師の新曲ポップソングってものが出たじゃないですか。でも発表されてから僕も何本か動画上げたりしてみんなと一緒にこう盛り上がっていたんですけど、先日ミュージックビデオがプレミア公開されまして、まあミュージックビデオの映像が出てみんなが見たじゃないですか。もう、夜の7時に公開されて3時間半ぐらいでもう100万再生までいって、で今というか昨日の夜見た段階ではもう確か360万再生ぐらいまで確か行ってたかな。ですごい勢いで再生されてるんですけど、まあ、これは非常にファンとしても嬉しいですし、本人たち的にも嬉しいんじゃないかなと思うことです。で、まあ、その直前に、そのプレミア公開直前に生放送を僕はしてて、そこでもこうファンの人たちといろいろ話したりとかってやり取りをしてたわけですね。で、ちょうど昨日2月のあれは8日かなに僕はもう一回生放送して、まあこのね YouTube やってるこのチャンネルが1000人いきそうですよっていうタイトルのもと、そのポップソングとかいろんな、まあどうでもいいような話からポップソングの話からいろんなことをこう話すような生放送をやったんですね。で、その中でなんかポップソングについての感想を話してくださいみたいなことが来てたんですけど、僕もともとこういう動画撮ってね、感想ちゃんとね話そうと思ってたんですけど、でその配信でもちょこっと話したので、よければ配信の方もねチェックしてもらえたら、アーカイブ残してあるので公開してあるのでチェックしてもらえたら嬉しいです。ラジオの感覚ぐらいで聞いてください。で、この動画は、まあポップソングの感想を話していこうかなっていうところなんですけども、まあまずね何があるかなと思ってね見たんですよ。ミュージックビデオね、見ながら、映像はこう YouTube では別に流せないですけど、僕がこう見ながらね、気になったところをスクショしてね、こう皆さんにね見せつつ話していこうかなと思うので、一緒に見ていきましょう。まずね、入り、再生ポチってしてさ、まあなんか兵士の顔がこうやって出てくるわけなんですけどもね、その入り、まず世界観が今までとガラッと変わったよね。なんかそのアイネクライデとか、まあなんかそういう米津玄師自身が自分で描いたアニメーションとかっていうミュージックビデオから、まあ、自分が実写で出るようになってからとか、まあなんかこう感電とかそういうのではっちゃけるようになったり、カンパネルラとかでなんかちょっとこう自分をもっとメインに出した感じになってみたりとかっていうのをこうだんだん変化しつつきて、今度はもうなんて言うんだろう、もう CG っぽい感じなのかなっていう映像のところまで来ましたね。まあこれがまず一つ目、いきなり再生した時に気になったところですね。じゃあ次行きましょう。はい、で次気になったところですね、これ今見始めて20秒しか経ってないんですけど、2つ目ですね、ポップソングっていうこうタイトルロゴみたいのがこう出るわけですね。これもう海外映画とか、まあ、日本の映画でもそうなんですけど、その導入の部分で、まあ、松竹みたいなさあるじゃん、映画とかでさ、あとは何の会社があるのか分かんないけど、そういう風なもうなんかダーンってタイトルロゴが出る、昔のディズニーとかそういう感じじゃなかったかな、なんかそんな風な感じが連想されて、それもね一個面白いなと思いましたね。はい、次このシーン、これまあ自分で手で描いてるのか、これも CG なのかってのはちょっとわからないですけど、なんかこう米津玄師がグリグリグリって回って登場するんですけど、これなんかプリキュアとかそういうのの戦隊ものはあったかわかんないけど、なんかそういうなんか変身系のやつの、なんかこうを連想させるような、なんかそういう演出ですね。これも非常に面白いなと思いました。で、音がもうキューンってキューンってなんか言うんですよね。なんかわもうなんかなんていうんだろう、機械の音、完全に声、自分の声とかそういうのじゃない、完全に機械っぽい音で、作ってて、で映像自体もなんかこうなんだろう、非現実的なところ、現実世界ではなんかありえないような動きとか現象なわけですよね。そこがすごく面白いなと思ったポイントですね。はい、ここでついに米津玄師登場ということで、まあさっきのね変身のシーンから変わって、米津玄師が登場するっていう一番最初の出てくる瞬間ですね。もうこれね、事前に CM で映像を見てたから、別にこういう風なキャラクターで米津玄師が登場するっていうのは分かってたんですけど、ただこれね初見で見た時、 CM で初見でこの映像を見た時はすっげーなんだこれと思いましたね。もう米津玄師もう なんだっていうのがもう第一印象で、それ以外の言葉が出てこなかったシーンですね。次行きましょう。
はい、じゃあ次このシーン。もう気になったシーンが多すぎて全然進まないのと、この動画長くなりそうで嫌なんですけど、ね、本当はね、ちょっと短くまとめたいところなんですけど、話していきます。で、青いタイツの足元が映るわけですよね、このカットで。これで、米津玄師がもう青いタイツを履いて、なんか女性ものっぽい、なんかそういう靴を履いているんだなっていうところがわかります。で、これ、なんでその青いタイツってところも気になったんですけど、これ米津玄師って確か、なんか足のサイズすごいでかいはずなんですよね。28センチとか、そんぐらいででかいはずなんですけど、そうでかく見えない感じがしますね。足をこうさ、注視してて、クローズアップして見てんのに、なんかそう見えない。ここ不思議なところだなと思いました。はい。で、次このシーン、なんか米津玄師が舌をベーって出すシーンなんですけど、感電の時になんかいきなりこう、うわーってやったりとか、なんか地面こう、這いずり回ってとか、なんか転げ回ったりしたのと同じような、なんかそういうはっちゃけた部分。米津玄師の中にある要素の一つのすごい、まあ、はっちゃけてうわーってなんか溢れ出してる部分が見えてる感じがして、これも面白いなと思いました。なんか普段のクールというか、ちょっとこう何考えてるか分かんない感じとは、その反対のなんかもう全てを出し切って、感情を出し切ってるような表情が、なんかもうまたこれも気になるところで面白いなと思いました。はい、次。これね、気になったシーンの一つですね。自転車ですね。なんか自転車で、しかも現代の自転車とはちょっと違う、なんか古い感じの自転車ですね。後ろの車輪がちっちゃかったりとか、車輪がなんか3つぐらいついてたりとかする、なんかちょっと違う感じの自転車ですね。これもなんかこう出てきた瞬間、なんだこれはってなった気になったポイントですね。これについて僕は詳しいことはわからないですけど、ただもうなんか絵面的にね、面白いなと思いました。はい。で、そのすぐ後なんですけどね、なんか玉座みたいなとこに座るわけですな。もうファンからしたら米津玄師がもう王みたいなとこは確かにあるんですけど、ただの玉座に座って、で、しかもその歓迎されてる感じじゃないっていう、兵士にこう槍を突きつけられてるみたいなシーンですね、これは。なんだろうね、これなんで突きつけられてるのかっていうのを、ストーリー性は、まだ僕もちゃんと詳しくね、見てないんでわかんないですけど、ただなんかこれ面白いなっていう。まあ、ただ兵士の中にいきなり突然現れた存在なわけですから、まあ、やっぱりこう、敵対されてるっていうイメージかなと思います。はい、次。なんかね、米津玄師がこう兵士に囲われるわけですね。盾をこうやって持って兵士に囲われるわけなんですけど、そのまあ囲ってる兵士が円みたいになるわけですよね。円みたいになって、でその真ん中に米津玄師がいるわけですけど、なんかその兵士に担がれた状態なんだよね、これ。よく見たら兵士に担がれた状態で、その360度あるなんか足を横にして歩き回ってる、まあ、映像を見てもらったら分かるんで、ミュージックビデオをもう一回ちゃんと見てもらえると、そういう風になってるんです。横向きに歩いてるみたいな、ね、駆け回ってるみたいな映像になってて、これ何してるんだっていう、でそういう風なところで気になったところでもありました。まあ、なんかリアクション動画の時にも、ここで僕リアクションしてコメント、ツッコミのコメントを出したら、それすごいなんか面白いって言ってくれてコメントくれた人がいて、非常に嬉しかったです。ありがとうございます。はい、次。ね、なんか米津玄師らしき影がこう地面にこう這いつくばってるわけなんですけど、その上にこう兵士がうわーって乗っかってくるんですよね。これ本当のこと言うと、実際別に米津玄師の上に兵士がこう5人も6人も10人も乗っかってるわけではなくて、その CG か何かか、もしくはその別のね、米津玄師とは別の俳優さんが、そう同じ格好をして横になってる上に乗っかってるだけだとは思うんですけど、一瞬最初見た時は、米津玄師の上にこんな乗ってると思って、誰だこの不届き者はみたいな風に思いましたね。ただ、まあそうではないんだろうなっていうのは、なんとなく想像はつきました。で、これも気になったシーンです。はい。じゃあミュージックビデオをちょっと進みまして、新しいシーンなんですけど、この、さっきのね、兵士とかがいたような、ちょっと古いローマっぽい感じ、僕ずっとローマって言ってるんですけど、ローマのイメージだからさっき言ってるんですけど、なんかそういうようなイメージの場所から、なんか一転して、なんかこう、なんだろう、言ったら神様のいる空間みたいな、なんかそういうイメージかな。なんかこう、星みたいのがあって、光る扉があって、みたいな。で、周り真っ暗で、みたいな、なんかそういうイメージの場所に急にパッて、変わってきましたね。でもこれはもうなんか瞬間移動なのか、わかんないけど、まあなんか何かしらのこう、このね、米津玄師のこの扮してるキャラクターの能力を使ってここに来たんだろうっていう、そういう感じですね。これも気になったところです。このシーンなんですけど、なんか米津玄師がこうやってね、なんか踊るんですけど、なんかこう、ちょっと奇妙な感じの動きで踊るんですけど、その周りに、何人だ、8人かな、米津玄師ブラザーズみたいな、なんかそういうちっちゃい米津玄師みたいな、まあ、米津玄師がでかいから、まあ、普通に人のサイズなんですけど、彼がでかいだけなんですけど、ただそれで、米津玄師と同じような髪型を、と色をしたような人が、こう、並ぶっていう、で、一緒に踊るみたいなシーンで、なんか面白いなと思いましたね。
なんだろう、これ別に何も根拠ない、もう何もないですけど、なんとなく面白いなっていう風に思いました。はい、で次のシーンですね、まあ、ね、猫のバスタブみたいな、猫足のバスタブみたいな歌詞に確か入ってたかな、ちょっと間違ってたらごめんなさい。でそれで、その実際の映像が出てくるんですけど、そのまんまなんですよね。なんか動物の足みたいなのが突き出てるバスタブをかぶってるというか着ている米津玄師が登場するわけですね。でその脇にこう同じようなのを着た人たちがいっぱい登場するわけなんですけど、これがあの脇にいる人たちがこのミニ米津玄師の正体なんですけど、これ写真とかね動画でもよく見てほしいんですけど、よく見ると別に米津玄師がいっぱいいるわけではなくて全然違う人だったよねっていう話ですよね。で、まあ、まあ似たような髪型メイク服装はしてるよねっていうところです。でこの、まあ、バスタブはもうこれ正直映像として見たらもう意味わかんないですね。意味わかんないけどなんとなく面白いっていう感じです。はい、でこのシーンなんかね、兵士と米津玄師がこう戦ってるというか、ちょっと兵士がこうガーって、ね、切りかかってくるんですけど、それをふわってかわすようななんかそういうシーンがちょっとあって、また玉座に座ったシーンがあって、またこの写真の出てるシーンに来るわけなんですけど、なんか兵士がこうやってね、あの よどけた、弾みでなのかこう一瞬手をつくわけですね。そしたらその上に座ってしまうという、これあのファンの間ではこの一番の特等席だみたいに言われてますけど、まあ兵士からしたら屈辱ですよね。敵対する者がいて一生懸命戦ってたのに、それ自分が手をついた隙にその自分の上に乗られてしまうっていう、なんかちょっと屈辱だろうなっていう、そういうシーンになりました。これもなんかピックアップしてみました。はい、でこのシーン、スルーしがちなんですけど、なんかね鳩みたいのを飛ばすわけなんですよね。マジシャン的なね、なんかそういう能力もあったっていう、これ結構見逃しがちだと思うんですけど、これ皆さんあのちゃんと気づけましたか。でこのシーンなんかね、歌詞の中であいつもそいつもみんな変だみたいなことを言うんですよ。なんか変なやつばっかだなみたいなことを言うんですけど、って言ってる米津玄師自身はね変じゃないのかっていう、てかそもそも変ってなんだっていう話なんですけど、まあなんかそのなんていうの、まあ広く使われてるなんか奇妙な格好だとか、なんか人と違うことしてるなっていう意味の変なやつってことであれば、米津玄師も大概なんじゃないかっていう風になんか思いますね。この映像のね、米津玄師のこのキャラクターですよ、オレンジの髪のね黒いもうワシャワシャが着てる、これもこれ、ね、このキャラクター自体もなんか変なやつなんじゃないのっていう話です。だからこれはあの自変、なんかお前なんだ変なやつとかなんとかって人に言う、そういうことを言う人は自分も同じだよっていう、そういうことなんじゃないのかなっていう、なんかそういうちょっと比喩的なところがあるのかなとなんとなく思いました。はい、でこのシーンは、なんかプレイステのコントローラーみたいな形のなんか光る石があるんですけど、その何回もミュージックビデオ中に登場するね、なんかそれをこう握るわけですね。でもこれ何なのかと、まあもちろんゲーム機のコントローラーの形したものだと思うんですけど、これプレイステーションとのタイアップの曲なので、なんかそういうワンシーンがあったってことなんじゃないのかなっていう、いうところですね。でちょっとあのこうやって握って、なんかこうこっちをね見てピーなんかこうやって指をこうやってやってるわけなんですけど、でこれね個人的にはあの僕弓道をやってたんですけど、弓道の弓を握る時のあの 手に若干似てるって、まあ実際これ右手で握ってて、でも左手で握るんですけど弓道は、なんかその握り方にちょっと似てる感じの握り方をしてましたねっていうところです。それで気になりました。はい、でね、今度はね米津玄師がそのさっきのコントローラーを握った状態で地面をなんか等速直線運動みたいにシューッと滑っていくわけなんですけど、でそのシーンでその兵士がいっぱいいるわけですよ。兵士がいっぱいいて、まあ、その当選棒みたいなのしてるわけなんですけど、それをもう物ともせずもうずっと押し出していくみたいな、なんかそういう感じですね。はい、でこれは今度米津玄師がこうなんか等速直線運動みたいに滑っていくわけですよね。その、まあ、なんかさっき一瞬映ったんですけど、扉のみたいなところにあの、ね、あの縄文みたいなところにこう突っ込んでいくわけなんですけど、でその足に兵士がいっぱい捕まって、行くなって言って逃がすかって言って捕まるわけなんですね。 でもこの兵士がいくら何人ね何十人捕まろうと別に動きは一切変わらないっていう、この無双感すごく面白いですね。はい、でそのままあの城の門みたいなところに行くわけなんですけど、まあ、この門もなんかアホらしいなと思うんです。でっかいこう、ね、長方形型のうわーって門があるわけなんですよ。あでもこれはあれなのかな、鎖みたいでこう橋を下ろすタイプの門なのかわからないですけど、なんか使いづらそうだなっていう感じの門ですね。にそのボンってぶつかるわけですよ。米津玄師がこうね、そのままさっきかのままで滑っていってドーンってぶつかって、いやぶつかった時の威力やばすぎでしょっていうどんな力、何トンの力かかってんねみたいな力に感じましたね。で城を出たらなんかもう砂漠みたいな、何にもない荒野が現れるわけですね。でそこにバイバイってやって米津玄師消えていくっていう、これどっから来てどこへ行くんだっていう話は、ありますよね。
何なんだろうこの世界っていう。で一瞬またさっきのね神の部屋みたいなシーンが映って、でそこに出てる扉に入っていくんですけど、その扉の上のところになんかプレイステーションのあの丸バツ三角四角みたいなこのロゴが出てきてますね。まあ、やっぱり、そういうところでちょっとねあのプレイステゲーム遊びみたいなところをちょっとあの表現したのかなっていう、そういう感じになっております。でその神の部屋からまた一瞬で戻ってくるわけなんですけど、したらなんかこのさっき兵士にねあの投げて渡してたあのプレステムのコントローラーみたいな形の石を兵士がこうやって掲げるわけなんですね。この掲げたシーンに何の意味があるのか分かんないです。だってさっきまで米津玄師と敵対してあの逃がすかみたいな感じで攻撃してたのが、米津玄師がいなくなったら追いかけもせずなんかやったーみたいな感じになるわけですよ。おめでとうみたいな感じになるわけですよ。これちょっと意味が分かんないなっていう。はい、まあそれで終わりですね。この動画ここまであの見てくれた方ありがとうございます。結構長くなっちゃいましたね。ただまあなんかこの4分ぐらいのシーンの中でそう面白いシーンがいっぱい詰め込まれてたかなと思って非常に楽しめましたね今回も。今回初めてですねあのこんなに細かく一個一個止めてね写真を出して考察するとかね感想を言うっていうのは初めてかなと思いますので、皆さんに楽しんでもらえてたら非常に嬉しいなと思います。配信の方でもいくつか質問があったので、これもここでも一緒に答えておくと、なんか円盤あの CD は出てるんですかとかいつ出るんですかみたいな質問をいただいたんですけど、あのまだ出てません。でまだ出てないんですけど、まあ、いつ頃出るんですかっていうことはあの僕公式の人間ではないので、あの正確なことは言えないですし、わからないところっていうのが本音なんですけど、ただ予想してみると、去年ペールブルーが出た時もなんかこのぐらいの時期、去年のこのぐらいの時期に夢うつつがもう発表されてて、あの出てる、ニュースとかで、ね、あの流れてる状態で、なんかそのペールブルーって新曲を作ってて、それがドラマの主題歌でとかいろんな、ね、情報を小出しにしていく中で、CD のね、発売みたいなところがあって、ね、正確に何月だったか今思ってないので多分テロップで出てますけど、6月7月ぐらい だと思いますね。夏頃に、シングルとして発売されていると思うので、まあシングルなだとしたらあと2曲ぐらい加えて3曲ぐらいで出ると思うので、まあ夏ぐらいですねまで待っていただければ、まあ円盤として出てくるんじゃないのかなと思います。まあそういう円盤が出ますとか、出たらもちろんレビュー動画出すし、で出るっていう情報が出たりとか、また他の新曲のね話が出たりとかしたら、まあ逐一これ動画で取り上げてねお話ししていこうと思うので、あの皆さんはねあの普段仕事で忙しいとかなんだか SNS はやってないんだよとか、そういう方でもあの僕の動画さえ追っといてくれれば、米津玄師の情報は、確実にあの皆さんの元に届くようにあのピックアップしていきますので、そこは心配、しないで大丈夫だと思います。はい、よろしくお願いします。まあできる限りというか、まあ出てきた情報はそのまま皆さんに届くようにやっていきますので、よろしくお願いします。で、まあそうやって届けていきますので、よければあのお友達とか、まあ知り合いのファンの方とかもしいたら、米津玄師ファンとかいたら、そういう人に、こういう YouTube 動画作ってる人いるよっていうね、ぜひ教えてあげてください。そうやって拡散してください。よろしくお願いします。で、この動画いいなと思ってくれた方は、いいねボタンと、あと下のチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。もうすぐね、1000人登録になりそうみたいなところですので、ぜひ皆さんと一緒にいいものを作っていこうと思うので、皆さん一緒に遊んでいきましょう。はい。今回のプレステ の、コンセプトみたいなのあったよね。プレイトゥハズノーだっけ、なんだっけ忘れちゃった。なんか出しておきますけど、なんかそういうのがありましたよね。まあ一緒に遊びましょうっていうところですね。僕から言いたいのは、はい。そんな感じですね。で、あとは概要欄に各種 SNS とか、あの僕がまとめている僕の動画の再生リストとかありますので、気になったものがあったらぜひね、1個でも見ていただけると非常に嬉しいですので、よろしくお願いします。で、もう一回言っときますけど、あの拡散よろしくお願いします。Twitter、Instagram やってます。Twitter だったらいいねとかリツイートね、Instagram でフォローとか、そういうところでよろしくお願いします。じゃあこの動画終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。また明日。